た、嬉しいです。エルチキっていうのをもらいました。今夜もですね、深夜のキッチンからなんですけども、深夜のキッチンからなんですけども、私は運がいいっていうくくりでやりたいと思います。今ですね、ローソンのエルチキンが当たったんで、これですね、もらいに来ました。ないかなと思ったんですけど、今日日曜日の夜で、夜遅い時間だったんで、ないかなと思ったんですけど、もらいに来ました。ちょっと夕食がまだなんですから、これを今から盛り付けしていただこうかなと思います。この袋はですね、これを、このところに網目があるんで、こっちにも網目があるんで、これを破ると、この下で持って食べれるっていう風になってるんだと思いますけれども、まあ、それやってみたいと思います。こんな感じになりました。まだあったかいですね。これ1個だけ売れ残ってて、これが辛い方で2種類あってですね、これが辛い方で、普通のやつがですね、2つ残ってました。よかったですね。売れてるんですね。さらに盛り付けして食べたいと思います。こっちではですね、ご飯炊いてます。夕食まだなもんですから、ご飯の炊き上がりも待ってます。わ、すごいいい匂いがする。チキンのご飯がですね、炊き上がろうとしています。はじめちょろちょろ、中パッパの状態ですね。もうちょっと、この煙が出るようにして、ちょっともうちょっと煙が出るのがやんだら火を止めるって感じですね。そしてチキン、こんな風です。こんな風に盛り付けました。塩コショウで食べるのは塩コショウですね。こっちはドレッシングがいいんだけど、ドレッシングないんで、ごま油でドレッシング代わりにしようかなと思います。ご飯ですね、今火を止めました。蒸らし状態に入りました。10分は蒸らしたいですね。そしてこちら、今ごま油をかけました。緑のものとか欲しかったんですけど、ないんで、これでいただきたいと思います。やっほー。どうですか、洋食っぽくしました。この貝のトゥダニもあったんで、のせてみました。ご飯もですね、このお皿の上に乗って、なんか洋風っぽく演出してみました。ではですね、このチキンからいただいてみましょう。なんか赤いですよね。油がいいのか悪いのかよくわかんないです。チキン美味しい。皮がですね、ゴワゴワしてて、ご飯も食べます。あのチキンをおかずにご飯食べてる人ってそんなにいないと思うんですけど、まあせいぜいうちにも行って帰ってお酒のおつまみとか、そんな風じゃないんでしょうか。こうして食べると食べれるんじゃないかなと思います。サラダいただきます。ツイッターのリツイートでこう何かもらうっていうのは3回目なんですけど、外してないですよね。応募して3回やって3回とも当たってますんで、私のツイッターもフォローしていただければ、またそういうのもリツイートで回していくんで、よかったらフォローしてみてください。じゃあ今回の動画これで終わりにします。この動画ちょっとでもいいと思われた方は高評価のボタンをクリックお願いいたします。チャンネル登録もぜひ。いい年迎えたいですね。じゃあまた次の動画、他の動画でお会いいたしましょう。男子のブービューチャンネルのブービューホラのおはるでした。バイバイ。毎晩なんかいいもの食べてんじゃないかなんて思われてるかもしれないですけど、これ動画撮ってなかったらこんなことやってないですから。そんな風ですよ。